エクストラダイニング企画。 Now I'm in the whole new world。どうも皆さん、新年明けましておめでとうございます。かれこれもう1月も半ばということで、本当にね、皆さん本当にこれまで本当にどうもすいませんでした。ありがとうございます。まあこの2週間ぐらいね、花尾は何をしてた、どこで何をしてたんだとねえ、ということは、まあ、ちょっと花尾被告の口からね、語らせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。まず大きく分けて、3つございます。まず1つ目はですね、シンプルに休んでいました。すいません。私も、まあ、実家に帰って、ね、ゆっくり、翔ちゃんの鳥扱いになってますね。鳥の中の鹿役みたいな感じにしてましたね。はい。で、二つ目がですね、まあ、休暇兼、今後の方針を、考えておりました。この二つ目はね、これ最後に話すんですけど、今後、花伝チャンネルやり方結構大きく変えようかなと思ってるんで、もしよかったら、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。で、まあ、3つ目なんですけれども、これちょっと真面目な話なんですけども、この度ですね、私の、祖母が、亡くなりました。はい。ほんと今日ね、お葬式から帰ってきました。ごめん、これ多分1月15日出てると思うんですけども、ほんまに共通試験を受けて来られた受験生の皆さん、本当にお疲れ様です。でね、ほんまこんな時にね、ちょっと悲しい報告というか、まあ、正直身内のね、問題なんで、まあ、あんまり関係ないとは思うんですけども、すいません、こんなちょっと嬉しくないニュースを出してしまって、本当にすいません。もう本当に大晦日ぐらいに、急に倒れまして、で、そこからもう一気に、容体が悪くなって、で、もう僕がね、向かった時には、すでに、亡くなっておられまして、で、この3日4日ぐらいは、まあ、お通夜とお葬式と済ませてきました。で、皆さんにね、お伝えしたいのは、亡くなってしまったよっていうご報告ではなくて、まあ、死っていうものがいかに身近なものかっていうかね、光があれば影があるように、やっぱ生きるがあれば死があるっていうのが、やっぱり当たり前に常につきまとってるんだなっていう、まあ、それをやっぱり痛感したというか、ばあちゃんに限ってはほんまにね、生命力の塊みたいなさ、もう正直俺女性版松岡修造やと思ってたんですよ。まあ、そんなばあちゃんでも、コロッとね、まあ、行ってしまうっていうね、ことがあるんで、まあ、生きてることにありがとうっていう思いました。はい。で、この話をしたもう一つの目的っていうのが、そのお葬式の時に母さんがですね、親戚のね、方々に僕のその1年半前のばあちゃんが出てる動画をなんか見せたんですよ、スマホでね。で、僕はその場にはいなかったんですけど、めちゃめちゃ笑ってくれたらしくて、なんかばあちゃんのいいところがもういかんなく発揮されてるみたいなさ、めちゃめちゃ喜んでくれたんですよね。で、まあ、その次の日に僕にお礼をね、言いに来てくれたんですよ。これで、まあ、いつでもおばあちゃんのその明るかった雰囲気とか思い出せて、まあ、毎日見るねって言ってくれて、まあ、喜んでくれて、それが本当すごい嬉しかったというか、なんかそんな風に感謝されたことって今までないんで、意味のあることができたなっていう風に思えてね、すごい嬉しかったですね。これ本当にみんなにやっぱ改めておすすめしたいなと思ったのは、やっぱ動画を撮る、ホームビデオを撮るっていうのを、なんかこれはもう YouTuber じゃなくても、やっぱカメラを回すっていうね、無意味にカメラを回すっていうのを、なんかみんなにもなんかよかったらやってみてほしいですね。なんかそれがやっぱおいおい、やっぱ10年20年先ってなった時に、きっとね、いい思い出になってると思うんで、皆さんにもおすすめです。おすすめです、これは。うん。で、これちょっと、で、これ関係ない話なんやけど、まあ、ばあちゃんの所持品とかをもらっていこうかなと思って、ばあちゃんの部屋を物色してたんですよ。で、そしたらですね、はい、ばあちゃんのこう、使ってるパソコンの前に、写真が並べて出てて、孫たちのね、孫たちの僕とかの。で、そこのね、その孫ゾーンの写真のとこに、堂々とですね、伊沢拓司との LINE のやり取りの記録がもうデカデカとプリントされてるっていうね、鑑賞用と保存用があるっていうね、それビッと、オタクの鏡ですやん。でも、幸せなら、それで、OK です。なんというか、まだちょっと亡くなったことがね、ちょっと実感が本当にないんですけど、周りを笑顔で幸せにするような人だったんで、まあ、見習って、もう幸せな陽キャとして、僕も、生きていきたいなと思います。はい。で、まあ、三つ目、今後の方針ですね。まず今後の方針は、今年はですね、投稿を申し上げます。
疲れて言葉出てこへん。で、去年のまず方針でいくと、去年はメンバーの人数が、ね、多かったと思うんですけども、今年はちょっと動画をね、たくさん上げたいなと思ってるんで、そのためには、動画をね、短くしようと思います。去年までは多分動画がね、多分15分とか20分とか結構多かったと思うんですけども、あのやり方は、正直、花伝には合ってなくて、花伝チャンネルってさ、関わってる人めっちゃ多そうに見えるじゃないですか。実際、編集してる人ってめちゃめちゃ少ないんですよ。俺と、我がと、マコみたいなさ、感じやったんですけど、マコも今、個人の仕事がね、忙しいというか、一応花伝チャンネルは、それぞれの夢に向かっていくっていうのが、テーマとしてあるんで、で、マコは今、編集者として、オンラインサロンとかやってるんで、まあ、そっちを本人はやりたいって言ってるんで、まあ、編集は、そんなにできないっていう感じなんですよね。で、それで、20分尺とかなんで、正直ね、かなりカツカツやったんですよね。なんで、そのために、まず、動画時間を短くします。で、短くするためにはどうしたらいいかっていうと、まあ、出演メンバーも、少なくします。結構、こじんまりしたチャンネルに、していこうかなと思います。はい。雰囲気で言うと、まあ、3、4年前の雰囲気。なんか、その辺の雰囲気を、ちょっとイメージして、まあ、やっていこうかなと思います。はい。で、これを、まあ、ちょっとね、大化と呼ぶか、進化と呼ぶかはわかんないんですけど、やっぱその、いろいろなスタイルやってみて、現状、やっぱりあの雰囲気が合ってるかなと思ってるんで、一旦ね、そのスタイルを、試してみたいなと思います。で、正直去年は、おいで、僕ね、ちょ、1年前も言ってたと思うんですけど、後輩を育てていきたいとか、個人のやりたいことを伸ばしていきたいとか、そういう風な考え方でやってて、登録者がどうこうみたいな話は、全然ね、思ってなかったんですけど、今年は、よりね、伸ばしていきたいなと考えてます。まあ、ということで、もう一旦ね、もう今年は、自分のために YouTube、頑張りたいなと思ってます。で、もう一つ変化があって、ショーツをね、結構ふんだんに上げていきたいなと思います。はい。で、もう目指すは、もう登録者、500万人。500万人。もう体感500万人目指してやっていきます。はい、もうこれは、何年かかるかわかんないんですけど、それぐらいの気持ちで、やっていきたいと思います。で、一応もう今、現時点で登録者175万人ぐらい、いるかもしんないんですけど、気持ちはマジで8700人。今ね、登録者8700人です。はい、僕。正直ね、175万っていう数字に、なんかビビりすぎてるというか、数字気にしすぎて、なんか緩い動画とか出せないみたいな感じになってたんで、それはやっぱもう嫌やなと思うんで、とにかく自分らは、なんか変わらず、なんかもう底辺の気持ちで、俺たちはもうね、底辺なんですよ。人間のクズみたいな感じで、もう海のモクズ、海のモズクと一緒です。もう僕らは自分のことモズクと思ってね、モズク農家の人にはほんま申し訳ないんですけど、自分たちのことモズクと思ってね、やっていきたいなと思います。はい。でも初心に帰って、これまでの数字、一旦忘れます。今自分たちがもう870人、登録者870人の気持ちで、自分の良さが出るようなね、動画を撮っていきたいなと思いますので、皆さんね、ほんまに、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、もう今年はマジで頑張ります。で、あと、キムについての進捗報告を、近々ね、発表したいと思いますので、本当にね、皆さんご心配おかけして申し訳ないんですけど、もう少々、お待ちください。よろしくお願いします。はい、というわけで、ご清聴ありがとうございました。そして、サボっててすみませんでした。サボってないと言ったらごめんやけど、休むって大事やね。